まあ、この前ね結構な高熱が出たんですよ、久しぶりに。でお股に手を挟んだところ、自分の性感帯にビリッという衝撃が走って、なんかいろんな性感帯がちょっと敏感になっていたっぽいんですけど、お全然気持ちよくなかったんですよ全然そうありたいと願っていない時に、何かしらのその刺激みたいなものを敏感に知覚したとしても、うん、気持ち悪いまであるみたいになってしまって、うんうんうん、女性は基本的に得られる快感自体も多いらしく、うん、ただその快感のそのレベルっていうのも、脳の中で変換されてそれに変わってるだけなので、変換前のやつはただの接触データなので、うん、女性は非常にその複雑なその脳内でのその情報変換を行っているがゆえに、その変換をするためのその設定を間違うと、うん、なんか単に不快まであるみたいな、まであった